プーリオ、ハミトマとレベルが違う。元日本代表の田中マルクス・プーリオ氏、42、が自身の腰痛で、プーリオテレビ、を更新。J リーグ史上最強ドリブラー上位3人を選出した。1くらいは浦和などで活躍した永井雄一郎。キレもスピードもあるし、永井のドリブルは一番綺麗。ボールタッチも足から離れない。決定力も半端なかった、と、日本人ストライカーを選出した。ただの解雇中。三笘とレベチってそれもうメッシじゃん。長井よりも富山の方がやっぽどすごかったわ。普通に三笘が歴代トップのドリブラーだろ。あとは犬いくらいか。どうせ長井やろと思って、開いたら長井だった。